はい、じゃあというわけでポケモンの続きやっていこうと思うんですけど、前回でスター団のイベントをクリアしたんで、残すはポケモンリーグだけって感じなんですが、ちょっとポケモンリーグ行く前にね、学校のイベントをいろいろ回収してから行きたいなと思います。っていうのも四天王にさ、八作先生いるっしょ。なんかめっちゃ寄ってきた。近い、ちょっと今ね、撮ってるから。三浦淳みたいなやつがめっちゃ来た。いや、そう、八作先生いるから、ちょっと八作先生のイベント全部見てから八作先生と戦いたいなと思って。はい、まあそういうのもあるんで、ちょっと学校の、まあ学校のイベントっていうか授業っすね。授業先にやってからポケモンリーグ行こうかなと。というわけで今回は、授業会です。はい、よろしくお願いします。タイム先生こんにちは。ごきげんよう。楽しい授業にしましょうね。お願いします。皆さん、前の授業はぐーんと復習してくれましたか？あ、なんか倍率の話だった。掛け算とかパーセントとかちょっと大変だったものね。いや、だいぶ対戦ガチ勢向けの意見だ。それでは今日もパーセントを使って確率を知っていきましょうか。難しく聞こえるけど、実は皆さんすでに確率を使いこなしているんです。ほう、確率を使いこなしている。ポケモンの技にはそれぞれちゃんと相手に当たるかどうか、命中という確率があるの。あ、命中率の話するの。体当たりの命中は100。これは 100% ってことだから、100回やって100回当たるわね。あー、なんか初代はそうじゃなかったみたい。相手を眠りにしてしまう催眠術の命中は60。つまり 60% だから100回中60回当たる。ほう。逆を言えば40回は失敗してしまうの。催眠術って昔命中70なかった？なんかどっかで変わったよね。一般的に飛び抜けて強い技に命中が低いものが多いですね。あー、威力が高いとかね。絶対当たる技で手堅くいくか、命中が不安だけど強い技を使うか。技を考えてるだけでも皆さんは確率をお勉強しているんですよ。いや、確かに確率って結構ポケモンで勉強したかもな。命中で話題に上がるのは波乗りとハイドロポンプかしら。ほう、何それ。波乗りは命中が100なので絶対に威力90のダメージを与えます。あ、そういうことね。ハイドロポンプは命中が80ですが威力110ものダメージが見込めます。どっちがいいかってこと。皆さんは波乗りとハイドロポンプどっちの技を選びたいです。いや、これね、いや、まあ基本的には場合によるんだけど、使うポケモンにもよるしね。でも俺は波乗りかな。まあ俺もさ、ポケモン対戦ほとんどやらなくなったからさ、まあ、あくまでストーリー攻略で使うなら波乗りって感じかな。まあわざわざ命中外れるかもしんないハイドロポンプを使いたい場面があんまりないっていうのはあるかも。あら、ランコさんはコツコツ手堅くいくタイプなのね。対戦とかだとね、ハイドロポンプだったら倒せたなみたいな場面があったら嫌だからハイドロポンプにしたりもするけど、先生はまず質問しちゃったけど正解はないですよね。好きな技使えばいいんですよ。息が切れるまで喋って。 PP とか複数に当たるとか違ってどっちがいいかとかないもの。まあまあ、この波乗りハイドロ問題は昔から議論されやすい。あ、そんな名前ついてんの。波乗りハイドロ問題って言うんだ。先生的には岩タイプの岩なだれかストーンエッジか。え、そっちの方を荒々しく語りたいんだけど、岩なだれかストーン、あ、それはでもストーンエッジじゃないですか。あら、チャイムネ3年終わった。いや、どっちも命中不安定ならさ、威力の高いストーンエッジって感じ。次は後期最後の授業 100% の力でお会いしましょう。はーい。いや、命中100と命中90の間にはすごく大きな壁があるけど、命中90と命中80の間にはあんまり差はないっていう、まあそういう理論がありますよ。うわぁ、サーロ先生こんにちは。諸君スマホをしまいたまえ、授業を始めよう。お願いします。
フィールドワーク中ポケモンをずっと連れ歩いていると、はい、ポケモンの色味が変化しているのに気づいた者はいるだろうか。え、色味が変化するって何、初めて聞いた。そんなある？いや何、色違いのポケモンになったわけではない。色味が違う、汚れているのだ。え、あ、そんなあんの、汚れんの戦闘を重ね技を受け傷つき、雨風にまみれ砂や泥をまとい、え、汚れてたことある、汚れてしまっているのだ。え、俺が気づいてないだけ、え、汚れてんのみんな可愛いポケモンちゃんを汚れたまま連れ歩いているトレーナーが多く見受けられる。聞くえ、待って、俺オニャハとか一回しか洗ってねえよ。嘆かわしいことだマスカーニャになってから。ではそんな恥ずべき行為を許せないランコさんに問う。ドドキポケモンが汚れてきたらどうすればよいのだ。え、あ、放っておくて喧嘩売ってんなランコサワロ先生のムキムキの右腕が飛んでくる。いや、頭を撫でてあげます。アホだ。うむうむ、よく頑張ったねと撫でてあげればお互いにっこりだが、あ、よかった汚れが落ちるわけではない。そうですよね、この選択肢は怒られるわけではなかった。汚れたら洗う、これこそが世界の常識だな。洗うのってそういう効果あったの。ピクニックを開いて手持ちのポケモンに近づくと、いろいろなアクションを行える。え、てか汚れてんの。その中の一つがポケモンウォッシュ。はい、つまり洗うことだ。いや、まあ結構洗ってますけどね。まずはスポンジを泡立てながらポケモンの体を、いや、あ、いや、そこはあの優しく丁寧にゴシゴシするがいい。いや、そこは教えてもらわなくてもわかります。十分泡立ったら頃合い、汚れを包んでいる泡をシャワーでさっぱり流して仕上げだ。なんか料理するみたいに言うなポケモンはテラスタルのごとく再び輝くことだろう。え、待って、うちのパーティー汚れてんのかな、すげえ気になってきた大変なお世話ではあるが体力も回復し状態異常も治るだろう。あ、状態異常も治るんだ。へえ、それは知らなかった。ただしポケモンによってはゴシゴシされたくない部分、水に濡れたくない部分があるので、あ、なるほど、注意してあげるように。サワロ先生だったらその謎の前髪ですかね。そして最も重要なのは汚れ好きなポケモンもいること。あ、そういうのもあるの、細か。矛盾することを言うが、洗ってあげるだけが優しさではないことをお忘れなきよう頼む。へえ、あ、あ、じゃあ何、ベトベターとかは洗ったら嫌がんのかな。授業は終了だ、これにて失礼する。へえ、え、てか待って、うちのパーティーが汚れてんのかすごい気になる。そういえばちゃんと見たことないな。おにゃは、おにゃは、あ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 、寝ちゃった。え、おにゃは、これ汚れてる？え、汚れてないように見えるんだけど、これ汚れてんのかな。いや、わかんない、もう見慣れすぎて普通になっちゃってるだけ、実は汚れてんのか。これ洗ってあげた方がいいのかな。はーい、はい、はい、じゃあ洗うね。足は自分で洗って、マジで足は俺洗えないから、絵面がやばいから。オッケー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 、これで変わった、これ綺麗になった。あ、あ、でもなんか、あ、でもちょっと待って、なんか言われてみたらちょっと白くなったような。いや、ちょっと消えるな、めっちゃ。ちょっとちょっと待って、おにゃは、ちょっと止まってくんね。ちょっと洗えたかどうか見たいから、あの、ちゃんと色味が白くなったか見たいから。え、これ、いや、めっちゃ、ちょっと待ってじゃあ待って、ごめんって、あの、あんまりね、ジロジロ見られたくないのはわかるけど、俺みたいなやつに。いや、ちょっとこれ大事なことだから、ちょっとだけ見せて。あ、でもなんか言われてみたら確かにちょっと白くなったような気がする。
うん、まあ気がするって感じだけど、いや消えるなぁ。いや全然見せてくんな。じゃあなんだよ。レオル先生こんにちは。やあ貴様たち、昨日より1日分古くなったな。それも飽きました。別の考えてください。本日も歴史の素晴らしさを共に紐解いていくぞ。はい。前期の授業で取り扱ったパルデアの大穴及びその内部。はい、パルデアの大穴。エリアゼロについて覚えているな。はい、行く予定があります。皇帝や多くの人々を熱狂させた神秘の穴。ほう。そこは今より200年前、最深部まで踏破されたとされている。あ、そうなんだ。あ、もう踏破されてんだ、パルデアの大穴って。その偉業を成したのはエリアゼロ観測隊と呼ばれたチーム。え、じゃあ財宝とかも見つかったってこと？観測隊メンバーは戦いに長けている者、知識が豊富な者など、パルデアの再起ある者たちが集められ構成されたようだ。へえ、エリアゼロ観測隊。メンバーの中には作家であり博物学に精通している人物。うん。ヘザーという男の名があった。ヘザー、え、なんか名前に色ついてる。重要人物。彼はその文才を生かしエリアゼロから帰った後、探検記を執筆し出版された。あ、そうなんだ、探検記があるんだ。え、あ、さてここで私と目が合った哀れなランコにクエスチョン。ランコちゃん好きだ。話を聞いていたかチェックだ。大穴の内部エリアゼロの最深部まで初めて踏破できたチームの名は。え、あー、エリアゼロ観測隊じゃなかった？うん、エリアゼロ観測隊。まあここはボケずに真面目に行こう。てか他の答えは別に面白くねえし。正解。しれっと言ったことも拾うとはなかなか里いやつだ。すげえ褒められる。そう、正しい名はエリアゼロ観測隊。観測隊メンバーであるヘザーが書いた探検記は、はい、今なお書店などで見かけるものだ。あ、未だに買えるんすね、200年前の本。本のタイトルはバイオレットブックだったか。あ、ペパセンが持ってたやつだ。へえ。当時はパルデア中がエリアゼロブームだったからな。誰しもがバイオレットブックを持っているほど本は売れた。あれだよな、フトゥーが持ってこいっつったやつだよな、ペパセンに。だが中身は信じられない描写や嘘みたいなイラスト、夢物語ばかり。おお。大衆はヘザーを嘘つき呼ばわりだ。あ、そんなことなったんだ。観測隊が本当に最深部を踏破したかどうかもうやむやになり、バイオレットブックはオカルト本として古本屋を賑わせたそうだ。なるほど、だから踏破されたって伝わってない感じか、正式には。エントランス1階の本棚にあるので興味があれば読んでみてはどうかな。あ、読めるんだ実際に。おや、話しすぎたか、時計がす、え、読みたい読みたい、読んでみるか一回。バイオレットブック、謎のプレート。エリアゼロ降下中、謎の記号が書かれたプレートが埋もれているのを発見した。プレートは削ろうとしては全く傷つかない素材。現在の科学では判別できない特殊な金属で作られている。何のため描かれたのか、どうやって描かれたかも謎。プレート、いや、あのアルセウスがさ、プレートといえばアルセウスって感じあるけど、え、関係あるのかな。あ、財宝伝説。大穴を降り始めて何日が経ったであろうか、長い長い道のりの末、我々は最深部へと到達した。そこは見渡す限り一面の光り輝く宝石の洞窟。目を開けないほどの不思議でまばゆいこの光こそが財宝を守る守護者なのであろうか。え、あ、財宝を見つけてないってこと。結局宝石の洞窟があった。光が守護者ってどういうこと。幻のポケモンイメージ。あ、なにこれ。観測隊員スケッチ担当が描いた幻のポケモン。エリアゼロ中層部以降に生息する謎のポケモンたちは小型かつ残忍である。
彼らのその特徴をベースにエリアゼロに幻のポケモンがいるならどういう見た目かと想像しながら描いたそうだ。あ、実際に見たわけじゃなく、え、でもこれさ、めっちゃあれじゃない？テラキオン、ビリジオン、コバルオンに似てない？え、てかそれ全部合体させたみたいな見た目してない？え、関係あるのかな？え、めっちゃ似てるよな。謎の記憶、存在しない記憶。私ヘザーはエリアゼロの最深部にてタイとはぐれて一時的に遭難してしまい、倒れているのを発見された。その時に見た夢であろうか、私は知らない場所で誰かと話をしたような記憶がある。左は発見時持っていたメモ、私の筆跡だが何も覚えがない。え、何これ。いや、なんかの伏線なんだろうけど、いや、左上のやつ、これ念能力のあの強化系とか特質系とかのあの図にしか見えないの。本書の協賛、おアカデミー校長と著者ヘザー。え、どっち？え、どっちヘザー？え、こっちのこのなんか夏希進化しそうなおじさんがヘザー？それともこっちの夏希進化しなさそうなおじさんがヘザー？どっち？エリアゼロ観測に必要な資金はグレープアカデミー様に出資いただいております。あ、そうなんだ。エリアゼロで収集したデータはアカデミーに共有されますので、研究事業に役立てていただき未来の研究者を育めるようご発展をお祈り申し上げております。あ、でも並び的に左が校長で右がヘザーかな。ね、文章的にもな、校長とヘザーってなってる。じゃあ右の夏希進化しそうなおっさんがヘザーか。結構太ってた。あ、著者プロフィール、いや、お前がヘザーか。本書バイオレットブックの著者ヘザー。夏希進化しない方じゃないか。相棒の元トカゲと撮影。あ、元トカゲ相棒だったんだ。作家であり博物学の研究者、パルデアの大穴を探索するエリアゼロ観測隊に選出され、帰還後本書を執筆した。元トカゲはエリアゼロ観測時荷物の運搬係として活躍した。いや、こっちか。あ、じゃああの夏希進化しそうな方のおっさんが校長だ。なるほどね。いや、ややこしいな。書いとけや、ランコ書いとけ。夏希進化しそうな方が校長ですって書いとけ、さっきのページ。お、バンのポ、何これ。バンのポ、ん、観測員とはぐれ時大穴の底で私は不義な物体見けた気がる。獣なかいてるのかそすらはない謎在。彼外角は六形が多層に重なった方になっており、方よりも光輝いていた。そ、形はルデエのようだ。おー、なにこれ。え、文字が潰されている。ポケモンなの？ポケモンの絵これ。なんか全然ポケモンに見えないな。え、てか、なんなんだこれ。丸いのはわかるけど、なんだこれ。ハロー、セージ、ナイスとミットユー。親愛なるお主たち、具合はいかがですかな。グッドグッド、グッドな具合だよセージ。セージの頭のレースコースも今日もバッチリだね。セージのラストレッスン、心の準備、Are you ready? お、いやー、最後にふさわしいベストなお返事、気持ちいいね。いや、もうラストレッスンなのセージ、寂しいね。引き続き Today もリスニング形式レッスン。おう、カモン、ピッピカチュウ。あ、ピカチュウさんなんだね最後も。いや、セージ、パモさんとかピカチュウ、ピカチュウ、あお、クール。最後の授業でもクールなピカチュウさん。早速だけどピカチュウちゃん、最後のリスニング、おう、今の気持ちを教えてプリーズ。さあ、チャー、あ、タムケンだ、田村ケンジだ。なんだかわしたちまで同じ気持ちになっちゃう声。あ、これの漢字を当てるの？今のピカチュウの言葉は一体どんな気持ちだろうか。チャー、喜び、苦しみ、驚き。あー、え、でもこのピカチュウちゃん結構ネガティブな感情を持ってこの授業来ること多いからな。今回もだから
苦しみなんじゃない、政治苦しみ。なんてこった、ランコには苦しみに聞こえちゃったか。まああるし、ちょっと息苦しそうではあるよね。ちゃーって違うんだね、ピカチュウの、うん、チューは喜びの気持ち、嬉しくって踊り出しちゃう、これ。いや文字だとわかん、だって実際はチューって感じかもしれないじゃん。今回ピカチュウちゃんは真似じゃなくて、この人たちと一緒にレッスンできたありのままの気持ち表現してもらったよ。あ、なるほど、最後の最後にポジティブな感情を持ってきてくれたの、ピカチュウさん。俺たちと出会えて、一緒に学び、レッスンできて、セイジもピカチュウちゃんもとっても喜びだったからな、セイジ。いや、ランコとランタンもとっても喜びだったよ、セイジ。突然ですが、セイジのラストアドバイス、お、ファイナルアドバイス、これからお主たちには怒ったり悲しんだりする時いっぱいあると思う。セイジはいいこと言うからな、こういう時。どんなことでも谷あり山あり、人生はジェットコースターよ。わ、セイジもそんな人生だったんだね。でもラストにはきっと喜びが待ってるから、セイジ、苦しい時もスマイルでゴー。なるほど、だからセイジはいつもスマイルなんだね。チャー一人でどうしようもない時は先生でもいいし、家族や友達、うん、誰でもいいからきちんと頼るんだよ。チャー、もうやめようね。ネクストは期末テストだから、これまでのレッスン復習しておいてね。オッケーセイジ、任せて。アディオス、バイバイだよ。わー、これでセイジの授業最後か、寂しくなっちゃうよ。八作先生、こんにちは。八作です、よろしくお願いします。ですよ、八作先生の授業もこれで最後だ。光陰矢のごとし、お、早すぎる。時の流れは早いもので、後期の授業も今回が最後です。いやー、どんどん授業が終わっていく。本日お伝えすることは、美術とは少しばかり、はい、離れているかもしれませんですね。あー、まあ八作先生の授業割とそうだけどね。しかし芸術とはこうあるべきといったことは全くないので、気にせず話してしまいましょう。何の話ですか。覚えていただくのはこの2つ、リボン、そして証。あ、リボンは知ってるけど、証って何。リボンも証もそのポケモンを表す称号のようなもの。証、リボンはポケモンが頑張ったり何かしら経験を積めばその成果を認められポケモンにつけられるのです。あ、なんか最大まで懐いたりしたらもらえるやつね。一例を挙げますと、トレーナーと最高に仲良しになれば仲良しリボンをつけられます。ああ、そういうやつですよね。仲良しリボンの認定人はカラフシティにいらっしゃいますね。カラフシティ、あ、かけがえがないんだい。ところ変わって、証はほとんどがポケモンに出会った時にすでについているものです。え、あ、そうなの、え、知らない。わんぱくな証や元気の証などポケモンの性質が表現されています。え、それどこで見れんの、見たことねえや。証がついたポケモンに出会えるかどうかは全くの運。え、そうなんすか。証がついたポケモンを捕まえられたらとても幸運ですよ。え、え、じゃあ捕まえてるかもしんないってこと。え、見た見たい。そしてさらにちょっぴり嬉しい、リボンや証がついているポケモンにできることをご存知ですか。できること、リボン交換自慢できる呼び名を変える。あ、呼び名、あ、これはなんか聞いたことある。あ、そういうことか。あー、でもここはあえて自慢できる、自慢できる、それは全くもってそうでございますが、呼び名変えるんすか。それだけで満足してはいけませんよ。え、なんか相棒の〇〇みたいなやつ。リボンや証をつけたポケモンは
勝負で繰り出す際、お好みの呼び名で送り出すことができますよ。あ、お好みのつけれんの？え、めっちゃいいじゃん。あ、そうなの？仲良しリボンを持っていれば、行け親友の深丸。あ、深丸先輩と、こういった具合です。ああ、その、なんて呼ぶかは決まってるってこと？そのリボンとかごとに。そして先ほど、証はほとんどが出会った際についていると説明いたしましたが、はい。最近は頑張り次第で認められる証もあるそうです。あ、そうなんだ。自分でつけれたりすんだ。グルメな証、物拾いの証、相棒の証などなど。へえ。え、この証システムっていつからあった？名前をヒントに調査してみるのもまた一興かもしれません。俺初めて聞いたんだけど、証。これにて最後の授業もおしまいとなりました。あー、終わった。次は期末テストです。一発で通過できるよう復習に励んでくださいね。はーい、ありがとうございました。え、証気になる。いや、証確認しよう。ランコ、どこで確認したらいいの？証リボンはここだよな。証、あ、え、なんかリボン持ってる。デデデちゃん、あ、グルメの証。え、デデちゃん証持ってる。そうだったの？あ、グルメなデデデちゃんだったの？あ、あ、すげえ、つけれたつけれた。あ、グルメだったの？あ、ごめん気づかなかった。あ、デデデちゃんだけが持ってた証を。え、なにこれ。あ、待って、他のポケモン持ってるかなこれ。はい、じゃあというわけで証持ってるやつを揃えてみました。ちょっとどんな証なのかまだ確認してないんで、確認していってみます。あ、グルメな証持ってるエルマー。あ、グルメなエルマーだ。なんか可愛いの。松崎牛ね、次。人に慣れている松崎牛。あ、そうなんだ。いや、じゃあ家畜じゃん。あ、じゃあ野生じゃなかったじゃん、こいつ。絶対家畜だったじゃん。勝手に捕まえちゃって。雷に騒ぐ犬子。あね、青い青い静かな夜にはオイラ一人で哲学するのにゃだけど、雷の日には騒ぐんだな。なるほどね。ノラクロ、あ、腹ペコのノラクロ。あ、可愛い。これ腹ペコのノラクロは普通に可愛いな。てか、いつも腹ペコなの。それはそれで可哀想。マリンポリス、早くに目覚めたマリンポリス。仕込みかな、店長かな。朝一で来てね、もうバイトが来る前に鍵開けないといけないからね。もう早くに目覚めたマリンポリスは、それはもう店長だよ、マリンポリス。なるほどね。はい、というわけで俺が捕まえたポケモンの中だとこの6体が証持ってましたね。いや、こんなシステムあるの全然気づいてなかった。ありがとう、八作先生。てか、デデデちゃんにデデデちゃんに証ついてたの嬉しいな。手持ちについてたの嬉しいな。いや、でもこれ面白いね。今度から確認しないとな、捕まえた時は。八作先生、お話しましょう。あの、後取り問題どうなったんだろう。ランコ君ではありませんか。はい、そうです。あなたはいつも大事な時にいらっしゃいますね。大事な時？あ、うんこ中でしたか。トイレでしてくださいよ。実は、あ、誰よこの女。八作様お迎えに上がり、誰よこの女、誰よこの女、出た。来ましたか。てか、いたの。気づかなかった。一族の長を継ぐ決意を固められたようですね。あ、すごい場面に毎回鉢合わせるな。そうですね、小生は決めましたよ。あ、決めたんですね、八作先生。このアカデミーで教師を続けさせていただくことを。3年 B 組八作先生、なんてこと。一族がどうなってもいいのですか。うるせえ、八作パンチバキ。知りません、八作キックドン。
いいぞ八作先生。ご覧ください、この部屋の芸術たちよ。子供たちが生き生きとその感性を伸ばしています。はい、そうですね。一族の古き地を守っていくことももちろん大事なことです。八作先生。ですがそれよりも小生は未来に芽吹く才能たちを見届けたい。過去より未来、ぶっちゃけそっちの方が面白そうじゃないですか。いや、いいですね、八作先生らしい。さすがコルさんが認めた男。お話になりませんね。お、誰よこの女。しかし八作様のその豪胆さ、え、やはり竜の意志を継ぐにふさわしいのは何なんだ。お話にならないよ、そっちじゃねえよ。私は諦めません、何度でもあなたを説得しますよ。まあ、誰よこの女にも立場があるんだろうけど。ええ、来なさい、コンクラベは得意ですよ。あ、どうせ父の体調が悪いというのも小生を説得するための、え、嘘800の方便でしょうしね。え、そうなの、嘘なの。つ、ではまた、お、誰よこの女。いや、マジ誰よこの女だな、こいつ。嘘かよ。いやはや恥ずかしいところをお見せしてしまいました。いや、かっこよかったっすよ。一歩間違えれば、小生、教師を辞して、故郷に戻っていたかもしれません。まあ、そりゃ父親が危ないってなったらな。しかし、生徒たちの姿や、蘭子くんの言葉で、断る勇気をいただけました。本当ですか？お役に立てて本当に子供たちには感謝してもしきれませんですね。八作先生楽しんだな。先生が受けた方には足りませんが、こちらをお納めください。え、テラピースドラゴン50個めっちゃくれた。軽い感じで業者ぐらいくれた。さてこれからも小生は教師という転職を続けさせていただきますよ。続けてくださいよ。またコールさん呼んでくださいよ、授業に。お、絆が芽生えた。我は何時、何時は我。ああ、終わった。あ、じゃあこれで八作先生イベントも終わりかな。蘭子くんではないですか。心ゆくまで見学してくださいですよ。はーい。ああ、じゃあこれで心置きなく八作先生挑めるな。いや、あれだな、しがらみとか関係なく自由に行きたい人なんだな、八作先生は。まあ、だからこそコルさんがあんな感銘受けたんだろうしね、落ち込んでた時期に。 Hey Sage。 あ、パモさんいる。パモさんこんにちは。親愛なるランコ。パモさんなんか、え、なんかでかくなってない？そんな大きかった？パモさん元気モリモリ。あ、そうみたいだね。脂肪もモリモリバンプアップしてるね。パモさんちょっと床汚くない？そこなんでゴミ箱 B アラウンドさせてるの？ははは、静かなのもこの子の個性なんだわな。いや、無口パモさん可愛いけど、しかし声出さないと仲間と意思疎通難しいね。お、セイジとは意思疎通できてるの？野生のポケモンは鳴き声で食べ物のありか、天敵の出現、さまざまな情報を教え合うんだな。あ、誠実レッスンで言ってたね。だから野生に帰ってもこの子ってば仲間とコミュニケーション取れないかも。あ、ってことは誠実？あ、無口パモさん、誠実のふくらはぎウォッチ。ランコはパモさんのいるべきところどこだと思うんだろう。え、いや、そんな、ここではいや、そうだ、いや、ここではって言い方なんかムカつくね。そのネットのオタクみたいな言い方やめな。いや、誠実がハウスよ、誠実ハウスに。どうしたの突然のマイネーム。 No No No、 誠実パモさん、誠実ワイフ、誠実パモさん、誠実ワイフ、パーフェクトファミリー。そっか、わしと一緒にいればいいんだね。いや、元気にして野生に返すことばかり考えてたから、もう全然気づかなかったわな。もう政治の視野クソ雑魚か。
パモさん、それでもいい？お、パモさん、どうなの？無口パモさん、かわいいね。セイジの膝ウォッチ。あ、パモ！あ、パモ言うてるよ！パモさんがパモ言うてる。セイジ、パモさん、パモ言うてるよ。パモさん、しゃべった！あ、初めてのセリフ、パモ！ポケモンの言葉わからずとも、今のは絶対イエスだね。いや。パモさん、しゃべれたね、セイジ。親愛なるランコ、サンキューベリベリだよな。いや、セイジのラブのおかげだよ、きっと。俺ってわけじゃないけど、珍しいポケモン育ててみてよ。え、何？珍しいポケモンくれるの、セイジ？何？ニャース？え、なんで？珍しくないよ、ニャース。どうした、セイジ？何が珍しい、これ。そこにもいるよ。本当に嬉しいよ。パモさん、これからもわしが責任持ってお世話するでんがな。あ、お願いしまんがな。パモさん、パモ言うて。あ、絆芽生えたね。いえ、我は何時何時は我。え、珍しいニャスって何？セイジ、ちょっと気になるね。パモさん、すこぶる元気だよ。お主に託したニャスさんは、あ、ニャスさん、最近ぼちぼちでんな。いや、勝手に決めないで。ニャスさんの調子勝手に決めないで、セイジ。ぼちぼちじゃないよ、絶好調だよ。パモさん、パモさん、パモさん、喋れるかな。おう、セイジじゃないよ、ごめんね。セイジじゃないんだよ。セイジじゃないんだよ。なんでパモさん話しかける、なんでパモさん話しかけるとセイジ反応するの。うん、いや、why why セイジ、もういいよ。セイジ何くれたの。セイジ何のポケモンくれた。ニャス、ニャス、珍しいニャスって何。ニャース、あ、ガラルニャスだ。あ、ガラルニャスいる。あ、これセイジがくれたニャス。セイジズニャス、これ。え、絶対そうだよね。あ、ほら、グレップアカデミーでレベル5の時でやったニャス。あ、ありがとうセイジ、ガラルニャスくれた。え、なんで。いや、親ランコじゃないよ、親セイジだよ。ちょっと血縁捏造しないで。親ランコじゃないよ、親セイジだよ。ここセイジって書いといて。え、でもどうせならパモさん欲しかったかも。どうせなら無口パモさん可愛いねしたかったけど、まあいいや、あれはセイジズファミリーだから。ありがとうセイジ、大切にするね。言語でいくか。セイジにもらったからね、言語学のセイジにもらったから、言語オスだし。オッケー、じゃあどうしようかな。ちょっと言語連れ歩いてみようかな。ちょっとセイジの口を釣られちゃうね。おう、言語、あ、ちっちゃ。わー、ガラルニャースだ。え、なんでガラルニャースくれたんだろう、セイジ。セイジあれかな、ガラル出身ってことなのかな。ってことは、いや、俺勝手にアローラ出身だと思ってたけど、ガラル出身か、セイジは。あ、すごい寄ってきて。いや、かわいい。いや、ガラルニャスかわいいよな。一目惚れしたもん、俺、剣盾の時。え、こんな唇だったっけ。いや、こんなたらこ唇だった、ガラルニャスって。いや、そうだったかもしれん。たらこだったかもしれん。え、まあ、じゃあ、せっかくだし、ピクニックしようかな。ピクニックするぞ、ついてこい、ゲンゴ。あ、また朝日だ。え、なんか前もこの景色見た感じある。ね、あるよね、ランコ。ここ来る旅じゃない？来る旅の朝日じゃない？朝日来る旅ング。何それ？意味わかんない。え、ちょっと待って、あ、これ。あー、ここが街だからここでピクニックできないってことか。あ、じゃあちょっと、いい感じの場所。お、え、お、お、おー、すげえ、え、流星群だ。ない、え、違う、え、絶対、うわ、すげえ、え、すごい、え、初めて見た。え、ランコ見てみ、ランコそっちじゃない、上見てみ。え、すげえ、え、待って待って待って、ちょっとピクニックしよう。え、朝日と流星群、何これ。え、めちゃくちゃ空エモいんですけど、空がエモい、何これ。ちょ、みんな見ろ、おにゃはん、みんな見ろ、ちょ、見て、流星群と朝日、すごくない。おい、なんかいよいよポケモンリーグに挑むランコを天が祝福してくれてるみたいじゃないか。そう思わない。
思わないからあんこは。あ、終わっちゃった終わっちゃったよ。え、すげえ。でもなんかいいもん見たな。エモかったわ。じゃあ今回はこのままエモ終わりでいいかあー、エモかった。次はポケモンリーグ行きまーす。